ゴロホ別の文章ゴロホ別の町の長望。ゴロホ別は、ロシアブラジーミル州の都市で、ゴロホ別キー地区の行政中心地。首都モスクワから州都ウラジーミルを経て、ボルガ川沿いの大都市ニジニノブゴロドを結ぶ、ロシア連邦道路 M7 の途中にあり、ウラジーミルからは東へ、約150キロメートル、ニジニノブゴロド州都の宗教の近くに位置する。丘川の左支流。 クリアーマ川の右岸の高台に位置する河口でもあり、すぐ下流でクリアーマ川と岡川が合流している。人口は14,524人。町の名前はロシア語のエンドウマメに由来する。オパーリンの家とブラゴベシチェンスキー聖堂11世紀頃に、東、スラブ人が西方から移住するより前、岡川下流一帯には、フィンゴルゴ族のメリア人が住んでいた。 ゴロホ別の長年代記などに書出するのは1158年、ウラジーミルス・ウズダリ大公国の東の辺境にある、要塞としてである。1239年、モンゴル帝国のルーシ侵入で略奪を受け、破壊され、廃墟と化した。14世紀には、ゴロホ別は、ニジニノブゴロド公国の一部であったが、1392年に、 モスクワ大公国に併合されその一部となった。1539年、東方の火山半国のタタール人が侵入し、ゴロホ別を襲っている。逸話では、タタール人たちが街を陥落させ略奪しようとした瞬間、没する寸前の太陽の光により丘の上に剣を持った巨大な騎士の姿をした幽霊が現れ、恐れて退却したとされる。その丘は、 現在、恐ろしいものを意味するプジャロボと呼ばれ、公園になっている。1619年までは、ゴロホ別は、要塞として、軍事上の機能も有していた。17世紀には、川名飯工場、織物工場、単ヤ工場などが立ち、主工業の町として繁栄し最盛期を迎えた。また現在のブラジーミル州から、イバノボ州に至る広い範囲の商業の中心地でも、 あった。当時の商人たちは、多くの聖堂を寄進し、ニコライ修道院も、付属するイタリ生産者、ニコルスカヤ聖堂も、この時期に建てられている。1778年には、正式に町としての地位を得て、地区の中心都市となった。19世紀のゴロホ別は、農業地帯である、この一帯の交易の中心であり、穀物や、アマの取引を行っていたが、 この時期には工場はわずかとなっていた。第二次世界大戦の際、独祖戦では戦場とならなかったが前線に多数の兵士を送り出し、39人は英雄都市ブレスト要塞の防衛戦に関わり、11人がソ連邦英雄として称えられ町の通りにも彼らの名が残る。ニコライ修道院19世紀末のロシアの 産業ブームやソ連時代の重工業化の時代、ゴロホ別は限られた役割しか果たさず工業化の流れから取り残されたが、そのおかげで古い街並み、特に17世紀の街の前世紀に建てられた石像の昇華や制度群が守られた。1643年に創立したニコライ修道院、1686年に完成した修道院のイタリ製三社、 ニコルスカヤ聖堂、17世紀末に建てられたバスクレセンスカヤ聖堂。1700年に建てられたブラゴベシチェンスキー聖堂。1689年に建てられたスレテンスキー女子修道院と同名の聖堂などが、この時期の代表的な建築である。モスクワとニジニノブゴロドを結ぶ鉄道の駅。 ゴロホ別駅は1862年に中心部から1 2キロメートル、離れたベリーコボ村に建てられ、シベリアへ向かう列車が通る。また、町の近くをモスクワから虹にノブゴロド、火山、ウファへ向かう高速道路 M7 が通る。ありがとうございます。